なんだここは。一体どうやって俺たちはあそこから逃げてこられたんだ。ちょっとした便利機能の一つ、魔力を蓄積した女神像を転移術の出口として設置する。未熟な私ではこれ以外の手段がありませんでした。そうか、すまねえなリッピー。罰をこの身に課します。リッピー、いいんだよ。サラ様、みんなを助けてくれてありがとう。瞳を奪われちゃったのは私の失敗だし、それでみんなが傷つくのなんて私嫌だから、だからありがとう。サラ、勘弁してやれ。そんなこと言ったってどうせリッピのやつは自分のせいだって思ってるぞ。ちょっとゼファー、そんな言い方。なにくよくよしてんだっての。大丈夫だ、生きてりゃ打つ手はいくらでもあるんだ。生きて次につなぐためにしたんだ。リッピー、なんて言っても聞かねえだろうから、ここは一つシンプルにサラの瞳を取り返したい。チャラってことにしようぜ。絶対にサラの瞳は無事だ。あの野郎が俺たちに聞く人質を簡単に手放すもんかよ。俺もそう思うぜ。
あいつがお前らとどんな関係なのかはさっぱりわかんねえけどな。ああいう出会いはどいつもこいつも似たようなもんだ。大丈夫だ。取り戻してみせる。僕たちならきっとやれる。だから待ってて、サラ。おい、こいつが何をやり抜いてきたか、サラが一番よく知ってるだろ。奪われた力を取り返しに行くのはいいけど、まずは傷を治したいわね。こんな状態で行ったら雑魚相手にも苦戦するわ。いっつつ、なんかいろんなことで頭いっぱいで忘れてたわ。思い出したら体が。確かに何をどうするにせよ、まずやることは傷の回復だな。この状態じゃろくに歩けもしねえ。すぐに治癒の術で治します。一番念入りにやられたからな。受けたダメージが深すぎる。おとなしくしとけ。その状態で高位の回復術を使えばお前の命に関わる。でも急がなくちゃ。私は平気だよ。だからお願い、今はゆっくり休んでね。
スマホに残された記録から解析が完了しました。あの魔人の名はアスモデウス。神々によって封じられた魔人。古代魔導時代よりもさらに古きもの、神代の時代に神に相対する存在が生み出した魔を生み出す力を持った魔人です。どっから持ってきたか知らねえが、そいつを陣の中で飼いならして、あの胸くそ悪い術を使っていたってのか。アスモデウスは心と記憶を読み取る力を持っています。心と記憶に触れて闇の感情をかがり火として灰より、それを増幅させて命と魂を魔に塗り替える。そして少しずつ少しずつ王城の人々を自身の駒となる魔物に変え、かじるようにこの国を侵食していった。寝ている間にアスモデウスで調べさせてもらう。君たち二人のうちどちらが僕の目的に近しい存在なのかをね。どう、ゼファ。術の様子に変化はないな。それって、視力はまだ生きてるってことだ。大丈夫だよ。そうなんですね。よかった。おい、今はとにかくおとなしくしてな。みんなの傷が癒えたら速攻であの野郎を叩き潰してきてやるさ。もしまた同じようなことになったら。安心して、ちゃんと作戦を立てていくから。もう少しだけ待ってて。分かったよ。ありがとう。
アレン。どうしちまったなんて言わねえよ。お前の気持ちはわかるさ。だがこういう時だからこそお前は。ごめん、下の沢でちょっと顔を洗ってくる。少しだけ一人にさせてほしい。ああ、わかったよ。まだ全然回復してないんだ。遠くには行くなよな。あいつ、大丈夫か？飲み込ませるもんかよ。
どうしたの、カナ。大丈夫？ごめん。大丈夫じゃないよね。うん、大丈夫。ありがとう。心配しないで。むしろ自分のことを心配しないと。私、もう大丈夫よ。だいぶ怪我治ったもの。いつ？もう無理したんでしょ。まだ痛いところあるよね。私のせいでごめんね。そんなことないわ。サラのせいじゃないでしょ。あの人のせいだもの。何か隠してない？かな。かなっぽくない言い方だったなって思って。ずっと気になってたの。カナには思い出があるから。特に子供の頃の思い出ってやっぱり特別だから、ふとした瞬間に思い出しちゃうよね。いつもは気にしていなくても、それが心の中で膨らんじゃうことも。花は強いけど優しい子だから全然大丈夫ってことないんじゃないかって。サラ、私へっちゃらよ。ううん、大事なものを間違えない。私、戦う。サラの瞳を絶対に取り返すもの。やっぱりカナは強い子だな。
な。カナの方に行こうと思ったんだけど、バランス崩しちゃった。そんなに動いていないことなかったからかな。これじゃいつもと逆だね。まるでいつも私が転んでるみたいだわ。違うんだ。こうしたかったの。お姉さんがよしよししてあげよう。ありがとう、サラ。よしよし。大丈夫だよ、カナ。ゼファーさんも、リッピも、私も、ずっと一緒にいるから。よいしょ、よいしょ。ちょっと、あんた足元。何やってんのよ。まったく、ぼんやり歩いてるからでしょ。
怪我しても知らないわよ。まあよくあることなの。大丈夫よ。それより何か用事かしら。そうね、あんたは少し落ち着いたみたいだし、聞きたいことがあるの。何かしら。あの男について知ってることを教えて。勘違いしないで。あんたたちのせいでこうなったなんて思ってないわ。ただ敵の情報は知っておきたいだけ。うん、そうね、そう思うわ。あの人はね、巻き込んでしまってごめんなさい。謝らなくていいわ。あの場所に行ったのは私自身の意思よ。嫌なことを思い出させたわ。ううん、別に。もうずっとずっと昔のことだもの。そういうふうには見えない顔だったけど。戦うこと迷ってるの？あれだけのことをされて覚悟が決まらないなら戦うなんてやめときなさい。あんなにもひどいことをした人、そんな人を心から信じて、心から大切に思っていた子供の頃の思い出。Thank you.
じゃあどこからどこまでが本当のフェイルさんだったのかな。相手はあんたのことを利用するだけして殺そうとしたんでしょう。すべき相手だわ。私はあんたたちの仲間じゃないから、あんたがどんな思いだって知ったことじゃないわ。私のすべきことをやるだけよ。ありがとう。礼を言われるようなことは言ってないわ。にしてもあの力を返してもらわなきゃいけない。私は体が回復したらすぐに乗り込むつもり。あんたカナだったわね。どこまでが本当だったかなんて考えても時間の無駄よ。自分自身がどうしたいか考えて決めなさい。おい、カナ、水汲みにどんだけ時間かかってんだ。って、おい、どうした？ずぶ濡れじゃねえか。さては、またすっ転んで沢に落ちたな、お前。
だった。またつまずいちゃったか。サラ、どうしてこんなところに。ここにいるの？ごめん、全然気づけなくて。うん、でも危ないよ、こんな場所まで来たら。だし危ないよね。おかしいな、よく考えたらわかるのに、なんでここまで来ちゃったんだろう。ほんとごめん。うん、何か理由があるんだよね、聞かせて。この頃からの思い出なんだ。私、辛いことがあるとよく海に行ってたの。波の音を聞いて潮風に包まれて目いっぱい泳ぐとね、心がすごく落ち着いたんだ。だからちょっとだけ、水には入れないけれど、波の音と風だけでもって。ごめん、わけわからないよね。テントに戻るよ。急に触ったからびっくりしちゃったよね。うん、ちょっとだけ。でも全然大丈夫。うん、ならよかった。ねえサラ、海に行こう。僕がついていくから。それじゃあ行こう。こっちだよ。ゆっくり、足元に気をつけて。うん、歩くの大変じゃない？いつかみたいにおぶろうか。Thank you.
こっち。もう少し近づく。大丈夫。ありがとう。海があるんだね。うん。風が気持ちいいな。波の音が聞こえる。距離も波の強さも見えなくてもまぶたの裏に浮かぶんだ。海は私が育った場所だから。村に着いた時に話した島覚えてる？サラが昔よく泳いだって言ってた場所だよね。うん。子供の頃たまに一人になりたくなる時があってね。私だけの秘密基地があったんだよ。島の裏側に海から入ってきた水が溜まってる入り江があってね。そのほとりに作ったんだ。って言っても流れ着いた木とか植物の葉っぱで作ったみたいな子供の小さな家だったんだけれど、頭が真っ白になるまで泳いで潜ってその家でお昼寝して、今みたいに波音と潮風を浴びるの。そうするとね、すごく気持ちがスッとしてね、元気が出たんだ。だから海に行きたかったんだね。私の子供の頃のおまじないみたいなものかな。本当は一人で行きたかったんだよね。あるんだ。あの旅路の中ではみんながいたから思い出さずに住んでいた気持ち。お父さんたちと会って子供の頃のことを思い出して、体がこんな風になっちゃったからかな。そのことを余計に考えちゃうの。もしも私がね、
その話はもう少し後にしようか、サラさん。動かないで。あの人同じことをもう一度言わせる気かな。やあ、久しぶりだね。本当はすぐに来たかったんだけど、少し妖精さんの真実に手間取ってね。おっと、無理をしない方がいい。さっきの様子を見た感じ、まだ満足に戦えるほど魔力も回復していないんだろう。君の状態が回復していないのなら、他のみんなも同じような状態だろうね。そんな状態で僕とやり合っても、また前と同じことになるだけだよ。たとえ、この目を使わなくても。怖い顔をしないでくれ。笑ってしまうだろう。安心してくれ。君が変な気を起こさなければ、今日は何もするつもりはないんだ。だった。何が目的でここに来た？サラさんをさらいに来たんだよ。サラさんはアスモデウスが選び取った僕の目的を達成するための道具だから連れて行く。サラさん、君が僕の言うことを聞いて一緒に来てくれれば、僕は何もしない。本当だよ。ただ
嫌がる相手を無理やりっていうのはしたくなくてね。どうだろう、自分の意思でうなずいてくれないか。そうしたら君の仲間に手出しはしないと約束しよう。サラ、耳を貸さないで。誰がそんな言葉を信じるものか。反抗的な態度だな。そういうことを言われてしまうと仕方ないね。その言葉じゃ状況は何も変わらないね。さてサラさん、君は何を考えている。どうしてこんなことを、それともどうしてこんな目に。それはね、君のせいだよ。君がここにいるから彼は傷つくんじゃないか。ふざけたことを言うな。本当のことだろ。サラさん、僕は最初に言ったはずだ。君を連れに来ただけだ。君が自分の意志でうなずいてくれれば、それでこの悲劇は終わる。そうでなければ続く。どうしてサラを。僕が壊したいもののためにサラさんは必要な存在なんだ。何を。アスモデウスの力で心と記憶に触れた。分かった。この子の中には闇があるのさ。それこそが唯一僕が壊したいものを壊してくれることだろう。破壊を望む我が一族の矜持、それに合った道具、それだけの理由だよ。選んでいいよと。サラを
前には渡さない。僕が彼女を説得するのを邪魔するつもりだね。それじゃあ仕方ないね。まずは右腕あたりからちぎろうか。私、行くよ。あなたの言う通りに、私が行けばいいんでしょ。サラ、ダメだ。お願い、私なんかのために傷つかないで。嫌なんだ。一度君に命をもらった。もうこれ以上君を傷つけたくなんかない。私は大丈夫だよ。負けない。負けてたまるか。彼女の気持ちを無駄にするものじゃないよ。彼女は来ると言ったんだ。君にはわからないかい？彼女はこの件に自分一人で決着をつけるつもりなんだ。こんな奴を一人で相手にするなんて無茶だ、サラ！違うの。私が本当に戦わなきゃいけないものは違うんだ。君に聞いてもらえたらってちょっと甘えちゃったけれど、きっとやっぱり違うんだよ。これは私自身の心の戦いなんだ。それじゃあ行こうか、サラさん。サラ、絶対に助けに行く。必ず！待ってるよ。
助けに来るといいさ。君の大切な仲間たちとね。ここはクラリエの城の最上階、式典の広間だよ。結構時間をかけて作り直したからね。だいぶ僕にとって過ごしやすい城だ。わかっているだろうけれど、君は道具だ。彼らをここまで呼び寄せるための。その目だ。逃げることはできないだろうけど、一応陣の中に閉じ込めさせてもらうよ。この陣にはちょっとした仕掛けがしてあってね。この場所で君と彼らがもう一度出会った時、僕の望んだ破壊が完成するだろう。もう僕の準備は大体終わった。あとは流れに任せるとするよ。幕が上がる前に君にこれを返しておこう。君の瞳だよ。もう僕が持っている必要はない。返しておくよ。返すって言ったけれど、相応に魔術の知識を持ったものでなければ扱えないものさ。ゼファーさんなら解除を行い、君の目を元に戻すこともできるだろうが、どうせ君には
どうにもできないからね。これさえなくなれば。これさえなくなればと君は思うだろうが、どうせ君にはどうにもできない。さて、これで準備は整った。あとは、彼らの到着を待つとしようか。そんな。闇？おい、あれ。救世主様。おい、その傷で何しようってんだ。私、どうしてもちょっと待ってほしいって思ったら自然に手が。ゼファー様の教育の賜物でございましょうか。何の教育だってんだよ。だがまあ確かに慣れていないとダメージを残す。意外とコツがいるんだぜ、あれは。花がアレンの無茶を止める日が来るなんてな。明日は空から豆でも降るんじゃねえか。ちゃかさないでよ、テファ。私も驚きなのよ。
救世主様、どうかお気持ちを落ち着けてくださいませ。そのお怪我で策もなく立ち向かってはこの前の二の舞でございます。立碑の言う通りだ。相手の捨て台詞を考えるとお前たちをおびき寄せるのが目的らしいからな。お前さんの怪我を治して策を立てる時間ぐらいはあるだろうよ。相手が手ぐすね引いて待ち構えてるところに突っ込んだって、返り討ちに遭うのは目に見えてるわ。お前がたまに無茶をするのは了解済みだが、カナほどの無鉄砲までは勘弁してくれよな。ちょっとどういうことよ、セファ。話してくれ、セファ。無茶が過ぎるぜ、相棒。わかってるさ。わかってねえよ。状況だけのことを話してるんじゃないぜ。お前、今自分がどんな顔してるかわかってるか？熱くなるのと憎しみを宿すのは違うもんだ。そんな状態でサラのところに行かせられねえよ。私も今のアレンを行かせられない。それは怪我のことじゃないの。大事なのは気持ちよ。それは私たちがずっとそうしてきたことでしょ。そうだよ。だからサラを助けたいっていう気持ちでこうして体を動かしてるんだ。サラを救わなきゃいけないのかしら。俺が言えた話じゃねえけどよ、今のお前じゃわかんねえか。たく。なら、しょうがねえよな。本当によ、つくづくお前はサラのことが。
まあ、水に濡れたぐらいじゃ冷めねえか。何するんだ、ゼファ。俺に勝てたら行けばいいさ。それすらできないようだったら今は落ち着け。分かったな。やらせとけって、ああするしかなかったのさ。まったく、ガキね。ほんよ、終わりだ。干渉だな。約束は守るよ。落ち着け。ねえ、アレン。私たちは何と戦って何からサラを救わなきゃいけないのかしら。
お風邪を召してしまいます。どうぞお吹きくださいませ。リッピー、救世主様、私たちもサラ様をお助けしたいと思っております。当然ですとも、サラ様は私たちに笑顔をくれるとてもとても大切な仲間でございます。それを傷つける者など絶対に許すことのできない相手です。必ずや戦いを挑み打ち倒してみせましょう。しかしそれでも救世主様にはあのようなお顔で戦いに向かってほしくないのです。サラ様がいらっしゃったらきっとこうおっしゃることでしょう。いつもみたいにニコってしてほしいなと。アレン、サラのためにもニコってしてあげて。傷つきながらアレンが戦ってそれでサラを救えたとしても、サラはきっと喜んでくれないわ。心にもっと大きな傷を残してしまうことになる。この冒険ってそうじゃダメなんじゃないかって思ったの。やらなきゃいけないことはきっと違う。あのね、アレン、アレンの話を聞いてね、私思ったの。サラが戦っているものって何なのかしらって。海岸でしていたお話のこと、サラが話そうとした子供の頃から気になってたこと、思い出さずに済んでいた気持ちをふっと意識してしまうことってあるのよ。サラが今その気持ちと戦っているのだとしたら、それって今回の事件はきっかけでしかなくて、ずっとずっと心の奥底で戦っていたものなんじゃないかって。そうなんだと思う。でも僕にはそれはわからないままだ。聞くことができずに言ってしまったのよね。でもね、それをアレンには伝えようとしてくれたのだから、それを聞くのは、知るのはアレンじゃないといけないわ。だからいつものアレンのまま、ニコってしてくれるあなたのままでサラのところに行ってあげてほしいの。いつものアレンならどんなことだってやれるって私たちは知ってるから。分かったみたいだな。まったくよ、柄じゃないことさせんなよな。どうよ相棒、お前は素直ないいやつだからさ、俺と違って今思ってること口に出せるだろ。
ゼファーってそういう言い方するよなって思ってる。そこは飛ばせよ。それで、悔しかったんだと思う。大切なものを目の前で奪われたこと。わかるよ。でもそれだけじゃなくて、サラの見せたあの微笑みが悲しくて。サラがどんな思いと戦っていたのか気づいてあげられなかった。さっきまで僕はこの戦いを、奴を倒してサラを、サラの瞳を取り戻すための戦いだって思ってた。でも違うんだ。それだけじゃ足りない。それが引き金になって始まった、サラの心の戦い。その思いと、一人で戦おうとしているサラを助けたいんだ。サラの声を聞きたい。サラが見ていた景色、あの悲しい微笑みの向こう側にあったもの、それに出会いたいんだ。そのために何ができるだろう。少なくとも血相を変えて突っ込むことじゃねえな。本当そうだよね。ごめん。いつもみたいに真面目な話をする照れ隠しで茶化してるだけだから気にしないで。嫌な返し技するんじゃねえよ。あの時お前が言ったんじゃねえか。俺たちにできることなんて一つしかねえだろ。そうだね。手を伸ばそう。サラのそばに行く、そばにいること、それが戦う力になるはずだから。サラとサラの冒険を助けるために行こう。
ようやくお前らしくなったな。その気持ちなら大丈夫。私たちずっとまっすぐ立ち向かえるわ。いざ参りましょう、親愛なる仲間のもとへと。ああ、腹はくくれたみたいだな。心配かけて悪かったな。うちはこいつが決めてくれないとどうにも締まらなくてね。いいじゃねえか、それがお前らなんだろ。サラ、リッピニー、お前さんとカナ、いいチームじゃねえか。あんたにそう言われると俺も少しは成長したのかなって思えるよ。俺は何もしてねえよ。気にしないでくれ、俺の個人的な気持ちだ。そっか、ま、それはそうと、ここらで作戦会議と行こうぜ。頭に血が上ってなけりゃいくつかできることもあるだろ。はい。どうしたいか決めたのね。うん、私は戦うわ。今目の前にいる仲間が私が一緒にありたい光。そう、あんたがそう決めたなら思った通りにすればいい。ベルベット、ありがとう。あなたはとっても優しい人ね。まったく調子狂うわね。